植草学園大学はこちらをご覧ください。植草学園大学は発達教育学部発達支援教育学科と保健医療学部リハビリテーション学科の2学部2学科で構成されています。発達教育学部では植草学園大学の特徴であるインクルーシブ教育のもと、多くの実習を通して小学校教育と特別支援教育、さらに幼児教育の専門家を育成しています。保健医療学部リハビリテーション学科では理学療法学専攻、そして2020年4月に新しく開設した作業療法学専攻があります。現代社会において多様な患者様へ正しくアプローチできる人材になるために、最先端の設備と現場経験豊富な教員のもと学んでいます。こちらのページでは短期大学の子ども未来学科と特別支援教育専攻が紹介されています。子ども未来学科はこれまでの福祉学科児童障害福祉専攻から現在学科名の変更を構想中です。あらゆる障害に対応のできる保育士や幼稚園教諭の育成のため、2021年度より新たな学びのスタートを切ろうとしています。